皆さんこんにちは、すずです。今回は地球から宇宙へ突入する瞬間を紹介します。こちらは大学や研究機関が撮影したもので、クリエイティブコモンズで提供されています。2013年8月29日、午前11時20分、愛知県蒲郡市内の海浜公園から気球に搭載した iPhone が打ち上げられました。左下には経過した時間、地面からの高さ、気温が表示されています。この日の気温は33度でした。気球は直径 1.8 メートルのゴム製、ヘリウムガスが入ったバルーンの内側にもう一つのバルーンがあります。バルーンの下には iPhone の他に GoPro も吊り下げられています。途中で壊れないよう撮影機材は特別なケースに入れられました。今回の撮影までに iPhone が5、6台紛失するなどのトラブルもあったそうです。気球はぐんぐんと上昇していきます。打ち上げられてから13分、富士山の標高と同じくらいの場所までやってきました。気温は 9.5 度、地面と比べると23度下がっています。地球の周りは空気に覆われていますが、上へ向かうほど空気の量は少なくなり、気圧も低くなります。空気の圧力が下がると温度も下がりますので、上へ向かうほど気温は低くなります。100メートル高くなるごとに約 0.65 度下がると言われています。エベレストの標高と同じくらいの場所までやってきました。気温はマイナス 18.4 度。そしてここは1万メートル、高度10キロメートルの場所です。通常飛行機はこの辺りを飛びます。気温はマイナス31度。空気の密度は地上と比べて 33.7% しかありません。地球の大気には対流圏、成層圏、中間圏、熱圏という層があります。対流圏は高度 10km から 16km あたりまで、雲や雨、雪のような天気の変化は、この対流圏で発生します。今 iPhone が飛んでいるのは、対流圏の上の方です。対流圏より上では、上空へ向かうにつれて、気温の低下率が小さくなるか、逆に気温が上昇するようになります。こちらは、それぞれの層での気温の変化を表したグラフですが、上空へ向かうにつれてジグザグに変化しているのがわかります。気温が上がったり下がったりする部分には、それぞれ大気の層の境目があるのがわかります。現在、高度 15km。気温が下がり続け、マイナス74度になりました。打ち上げから1時間10分。もう少しで高度 16km です。これまでとは逆に、気温が上がり始めました。対流圏を突破して、成層圏を移動していることがわかります。
成層圏に入ると空気の中にオゾンが含まれるようになります。オゾンは酸素原子3個からできている気体で、太陽からの有害な紫外線を吸収し、私たちを守ってくれています。太陽からの紫外線を吸収することで、成層圏の大気は温められ気温が上昇していたのです。私たちにとってとても大切なオゾンは、高度 20km あたりで最大となっていて、そこはオゾン層と呼ばれています。打ち上げから1時間半、高度 20km まで上がってきました。雲がはるか下に見えているのがわかります。気温はマイナス66度。この辺りにオゾン層が広がっています。ただ現在、エアコンやスプレーなどに使用されていた人工的な物質フロンによるオゾン層の破壊が問題となっています。空気中に出されたフロンは10年から20年という長い時間をかけて上空までやってきて、じわじわとオゾン層を破壊します。特に南極の上空にはオゾン層が薄くなって穴のように見えるオゾンホールがあります。特有の気象条件によって南極ではオゾン層の破壊が一気に進んでしまうのです。こちらは1979年から2022年までに南極で観測されたオゾンホールを表したものです。オゾンホールは2000年に最も大きくなり、それ以降は大体同じか小さくなっているように見えます。1990年代以降、フロンガスをはじめオゾン層にとって有害な物質の規制が強化されてきました。このままいけばオゾンホールは2066年頃までに1980年代のレベルにまで小さくなると予想されています。高度 24km までやってきました。これまでよりも地球を取り囲む真っ暗な宇宙が目立つようになってきました。この景色を見るともう宇宙空間に突入しているのではないかと思ってしまいますが、まだまだ宇宙には到達していません。どこからが宇宙なのでしょうか。実はここから先が宇宙という明確な境目はありません。ただ一般的には重力が弱まり大気がほとんどなくなる 100km からが宇宙だと言われています。そして打ち上げから1時間50分後、高度 25km で外側のバルーンが破裂。 iPhone は内側のバルーンに吊り下げられ、徐々に降下していきます。高度はどんどんと下がっていき、画面が大きく乱れているのがわかります。そして打ち上げから2時間、高度 20km のところでこの映像は終了。この30分後には浜松市沖 20km の地点に着水。それから2時間後に iPhone は回収されました。このような実験は飛行機の航路や電波法の規制、落下の危険性を考え、打ち上げ場所は限定されています。落下地点についてもアメリカでは砂漠や山間部に落として回収するケースが多いですが、日本の山間部の場合は立ち入るのが難しいことが多く、海に着水させて回収する方法となりました。なかなか難しい実験ですが、このように地上から上空へ向かう様子を見ることができるのはとても貴重です。 iPhone では宇宙へ突入することはできませんでしたが、ロケットが宇宙へ突入する映像を公開していました。
本時間の2018年11月17日午前3時14分、高度 400km にある ISS から撮影されたものです。地上から打ち上げられたのはロケットソユーズです。場所はカザフスタンのバイコヌール宇宙基地。 ISS が頭上を通過した後に打ち上げられました。打ち上げから2分後、3段式のロケットの1段目が切り離されました。一般的なロケットではこの時高度 40km に達します。地球を取り囲むオレンジ色のものは大気です。原子や分子が昼に蓄えたエネルギーを夜の間にじわじわと放出しています。この現象は大気光と呼ばれていて、高度 80km から 600km の領域に広がっています。打ち上げから5分、オレンジ色の大気光を突破したロケットは次は2段目を切り離しました。一般的なロケットではこの時高度 170km に達します。 100km から先を宇宙としていますので、ここではすでに宇宙に突入していることになります。そして打ち上げから9分、メインエンジンが停止、ロケットの3段目が切り離されます。高度は 220km。 この映像のソユーズは無人ですが、ソユーズに搭乗経験のある家内宇宙飛行士はこの瞬間、ぐるっと天地が逆さまになるような感覚があったとブログに書かれていました。無事宇宙に到着。ここからは ISS に追いつくための軌道に入ります。こちらの映像では宇宙飛行士が船外活動をしている様子を見ることができます。ここまでは宇宙突入までを見てきました。最後に宇宙から地球へ帰還する瞬間を見ていきましょう。こちらは新型宇宙船オリオンが試験飛行を行った際、宇宙船の中から撮影された映像です。2014年12月5日に打ち上げられたオリオンは地球を一周、打ち上げから3時間5分が経った頃、高度 5800km に到達。その後地球に向かって降下を始めます。そして打ち上げから4時間13分後には地球の大気圏に突入しました。この映像には大気圏突入から太平洋に着水するまでの10分間が記録されています。この時の高度は 120km、 時速は 32000km です。機体は2000度にまで加熱、宇宙船の前方の空気は圧縮されます。空気の成分は分子ではなくなりプラズマの状態に。温度の上昇に伴ってプラズマの色は次々に変化していきます。着水まで7分、着水の目標としている幅 9km の場所に向かって誘導が始まります。2分後、オリオンのパラシュートが開きました。時速 32km にまで減速し、無事着水となりました。今回のオリオンは無人でしたが、2024年11月には4名の宇宙飛行士を乗せて月の周りを飛行する予定です。これからの人生の中で私が宇宙へ行くことはないと思いますが、このように地球と宇宙を行き来する映像はとても貴重で興味深いものでした。いつもは地上から眺めていて遠く感じる宇宙ですが、このような映像を見ることで宇宙を少し身近に感じられたような気がします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が
少しでも面白いと思ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。